グライダー&ルシファーさん、ご無沙汰しております。先日芸歴10年以上のピン芸人によるお笑いの大会 B1 グランプリ決勝が行われ、熱戦の末、町浦ピンク殿の優勝により幕を閉じました、うんうん。来年こそはルシファー吉岡様にこの大会に出ていただきたく思っております、うん、申し遅れました。 B1 グランプリの主催、お笑いコンビ薄倉屋の弟の方です。本当薄倉屋から来てんの？本当に大会に出演してほしいという誠意、熱意を伝えるべく、本来であれば、はい、今日そちらの配信スタジオ、もしくは、主な収入源のお仕事である激レアさんを連れてきたの収録現場に突するのが礼儀かとはわきまえてますが、うん、兄とのネタ合わせの都合がありこちらに連絡させていただきました。前回の放送で薄倉屋がやってるから B1 には出ないよと謙遜されておりましたが、いえいえそんなことはありません。十分ルシファー様はこの大会にふさわしいひょうきんなお方だと評価しております。兄もそう言ってました2年前の R1 と同じで B1 グランプリはクラウドファンディングで支援し、いただければ決勝から出演することも可能でございます。聞いたことあるわ。つきましてはまずは来年のエントリー代金2000円、振込料そちら負担でみずほ銀行普通用金1320987薄倉二郎に振り込みください。では最高のネタをお待ちしております。川柳も書きました。賞レース自主開催でインフレだということで、薄倉屋の弟の方ありがとうございます。ありがとうございます、どこで聞いてるか分かんないですね、どこで聞いてるか分かんないというか、まあそんなに名前が出る人でもないから、やっぱその名前が出たやつは見逃さずに見てるっていうことがまあ正しいとは思うんだけど、ね、エゴさみたいな、エゴさみたいなね、本人ですかねこれは。まあ本人なんでしょう、まあ、本人じゃない、うん、本当は今日ここか激レアさんのそうですね、はい、スタジオ行くか迷って、まあ、薄倉屋はでも激レアさん撮ってるところには入れないと思うがっちり止められると思うんだよね、うん、そうか、うん、兄でもですか関係ないです兄でも弟でも、うん